ええよ、お前よくなってる、よくなってる、おい、あ、痛い、あ、ちょっと待って、折れるかも、あ、痛い。あってやったらもうそれがもはや疲れちゃう。軽くってか、軽く、じゃあ、まず、まず、はい、こっちこらへんに、はい、軽くですよ、うん、あ、軽く、はい、これでいいです。ああ、なるほど、もう一回、もう一回、ちょっと上げてください。ああ、嘘、嘘。またこれマジで俺、オーバーリアクションはしないんですよ。え、なんでそんなちゃんと当てんの。いやすごい、ちゃんと始まってみたい、肝臓に当たるというか、あの、これやってないみたいな感じです。よっしゃ、じゃあお願いします、はい、ちょっと力入れる、僕も力入れるんで、鍛えてください、はい、あ、もう一回お願いします。おっす。単なる夢。あ、痛い。単なる夢や。どうやって打ってるんですか。僕は腕で打つよりも、あ、めっちゃ立ちくらみする。ここでこう、ここで打つ感じだね。ここでもう軽く固定して、こう打つんじゃなくて、刺す感じ。でもなんか直接打ってるみたいな感じです、その肝臓に。だからそのピンポイントなんですよ。ピンポイントで、そうですね、割とズレがないんですよ、うん、なんでそれができるんかなって。その僕らのプロの選手聞いてミット持ってるけど、やっぱパンチあるやつでもお前すごいなと思うけど、ちょっと質が違うというか。ショートボディが特にやっぱ得意ですね。短いもう本当に構えといて、相手がバンと詰め、ポン、ここから刺すだけ。これぐらいの距離です。このぐらいの距離、このぐらいの距離、相手がこっちに立つと、なんか打った瞬間にこれくまさす。ちょっとそれやってもらえますか、はい、近づいて。ああ試合やってるで、試合でやるね。ああ、きつい。こういうショートボディが得意だったんで、あ、それでじわじわやってくると、だんだん集中力なくなってくるんで、はい、こうなっていって。武蔵さん、ノーガードで。俺もこう見えてもフルコンタクトからでしょ。そうっすよね。ああ、そう。武蔵さん、100キロぐらいの相手を相手にしますからね、正当回転。ごめん、ゆっくりやってくれる。軽く、軽く。もう、熱っ。体を打ってるみたいな。ああ、やっぱ強いな。強い。ああいや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 。まあ、でも、まあ、いける。くるくるくる。でも、直接来るでしょ。直接打たれてるから。ああ、そうだね。何を言うとんねん。あ、知らなかった。知ってたよ。ちょっと最後、もう一回、最後、5回連続打ってほしいです。え、5回連続打って。5回、え、じゃあ、覚えときたいんですよ。あの経験者の教えるのに指導って、はい、ターンターンターンって連続ですか。もうあの自分のペースでいいんで。ありがとうございます。本気でお願いします。力入れるんで。ありがとうございます。きたーきたーきたー、ちょっと待って、折れるかも。あー痛い。試合やってたらこっちが勝てたから。いや、マジでちょっとずつ聞いていきます。ほうちゃんもいろんな選手のボディ受けてると思うけど、だって立ちくらみするもん。するもんって言われても。あ、でもまあ勉強になります。まあ今はショートボディですけど、分け合いてるときはやっぱりもうサイドがこうえぐるように。ちょっとサイドえぐったも知りたがるな。いや、俺勉強しなんですよ。いや、こういう経験ないからね。そうなかなかこの二人が相まみえるということはないわけやな。そう思うと、じゃあもうちょっと僕のフックのリアクションやり直してもらっていいですか。いや、すみません。俺たちじゃねえか。もうこういうパンパンやり取りして、パン、ミスとかを出して、パン。なるほど。でないと絶対に乗っていく。そういうね。もうこんなんでも絶対に乗っていく。そうだね。なるほど。どう？こちゃんどう？いや、やっぱこれ、あ、それ倒れますよ。いや、すごかった。すごかった。それは後からこれ無理だよ。キレがすごかった。サイドつけたらこうやって、まあ、僕割と内側ばっかになるじゃないですか、はい、こっちも、はい、そうするとだんだん締めていくんで、はい、そういってもこっち側くるんですか、はい、
そういう時はこれもこう引くんじゃなくて、はい、ここからはもう横にこっちに突き刺すようなイメージ、はい、こういう感じ、はいはい、レバーをかくように、はい、でこっからこうシュッて感じ。あー、なるほど。これ空手でいう、空手でいう鍵付き。はい、鍵付き。あー、聞きますね。5回連続で止まっていいですか。ダメ、まあ、ちょっと意味が変わってくる。いやいやいや、学ばなかった、ね、せっかくこの機会に。俺怖くなってきたんですよ。ちょっとマジ、学んでる。喜んでるんじゃないか。ピンポイントをちゃんと。こうですよね、相手。はい、ここから、こうっすよ、横に。もう無理かも。痛い。いや、これ何のトレーニング。だこっちの方がこのやっぱ開いてる分パワーが少ないですけど、こっちは体重乗るんで閉じてる分。どっちの方が効くのは効きやすいんですか。効くのはやっぱこっちですね。イン。やっぱ相手がダーンって打った瞬間に開くんで、そこにスコーンって入れるとやっぱもうちょっと効くんで。インと外のダブル打ちもあるんですか。あ、もちろん。逆も。やっぱ入れといて、ダーンやって。次ドン。逆はどうですか。逆はあんまり、基本僕逆はあんまりやんないですね。じゃあもうイン、はいはい、外の方が打ちやすい。そうですね。じゃあ武蔵さん、あと蹴りを。じゃあお探究者がすごいな。探究者がすごい。確かにどっち、あ、左や。左、はい。あ、おい、おい、おい、うまい。おい、おい、どうですか。ええよ、うまい。よくなってる。よくなってる。おい、あ、痛い。痛い。痛い。何やねん、さっきから。違う、足が痛い。何やねん、そのさっきから、そのキャラ。足が痛い。ちょっと、武田さん、蹴ってほしいです。いや、二人とも、めっちゃ中級の威力があって、びっくり。マジか。あと、蹴り方を覚えたら、はい、そこら辺のキックできるやつだったら倒せるぐらい。マジで威力パワーある。じゃあ、今から行ってこうかな。どっちか行ってこようかな。どっちが蹴り得意ですか。左。じゃあちょっと軽めに。絶対軽めですよ。あ、まず軽く。2人ともちょっとこう蹴ってんね。はい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 。じゃなくて軸足に体重乗せて蹴る感じ。ああ。で、これ前に行かない。今まで横に。おお。何するんですか。いやいやいや。何するんですか。ええ。ちょ。打ったよ。いや、なげえ。おかしいよ。軽くっつったのに。今の軽くよ、軽く。軽くちゃうんすよ。軽くね。俺は重いわ。もう一回、もう一回。インパクトで。もうちょっと強く。これは顔が重い。腫瘍も多いな。だんだん M から出てきた。怖い。全然いけるわ。腹立つな、なんか。おー、いけるいける。もっと本気で。はい。おえ、こんな顔面食らったらやばいわ。やります。俺のうちにいいですか。おえ、あ、やべ、これ病理だ。なんで。いや、これちょ、病理大丈夫だ、大丈夫だ。あんた、アピール、病理だ。本気で本気でって、だから誰がその探究心。あいっ。その頑張り。あいっ。危ない、危ない。最後ロー。ローがどう。これはちょっと軽めですよ。これ危ないから。折れたら嫌なんで。軽めですよ。オッケー。これはほんまに軽め。折れたら嫌なんで。やば。やば。やば。ちょっとリアクションムカつくね。ロー得意ですか。まあ体でかいからローキック。でもあんまりこういうローじゃないけど、ほんま。え、どうなんですか。軽くですよ。ほんま、奥足のローになるから。俺、小私が感じちゃう。だから軽くやっちゃったんじゃない。軽くやってくれよ。ちょ、もう強くやってください。強く、強く。何やこのドエムっぷり。そうなんで、何ですか、こんなもん。いくよ。折れないで。いや、知らんわ。俺へんよ、頑張ってしっかり持ってたら。はい、ちょっと負けときません、肘。いくよ。はい。しょりゃ。おお、やば。すげえ。やばい。むずいですね。蹴り強かったんですね。まあまあ強いな。失礼やな、お前。マジで。一応ファイナリスト2回だと思う。すごい。すごいわ、やっぱ。この2人の拳が
相まみえるっていうだけで俺もほんま幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうこれほんまにボクシングファンたまらんと思うよ。あ、そうですかね。でまずやけど緊張感あったわやっぱり、うん、内山スタイル、はい、で長谷川穂積スタイル、あ、そうですね、がやっぱこうなんか見えて、それがこうなんかこう探り合ってるっていう、うん、はい、これだけでほんまにお金払ってええな思うと。あもらっていいですか。うん、いやでも武蔵さんはもうめちゃくちゃもうマスしたけどめっちゃ早いんですよ。あと体大きいから体力使うはずやのに普通に2ラウンドやるっていうね。で初めてやらちゃんとやらせてもらったけど楽しかったです。あ、ありがとうございます。内山さんはもうやっぱり思ってた通りちょっとやっぱリーチ長いジャブうまいで、内のジャブとか外のジャブとかもう現役の時もそうなんですけどこう使い分けるのがうまいんですよ。でそっちばっか集中したら今度右飛んでくるんです。でまあ、今日は2分しかさせてもらえなかったんですけど、はい、多分これは長いラウンドやってたらもっといろんな駆け引き、ま、が見れたと思うし、あのもたない体力がついたらね、はい、しあのボディもサウスポー相手に接近戦のボディどういう打ち方するのかもらってみたかったですね。もうちょっと俺も贅沢言うならばこの2人のもうちょっと長いラウンドみたいな、そうですね、早い展開のスパーリングができるなと。何かってやっぱねこう最初の会話をさせてもらうのも楽しいんですけどこうね、まあ、マスさせてもらうのが、うん、結局ボクサーで一番楽しいですよ ね、 なんかね僕は一番興奮するというか上がるというかね。そうなんですよ、拳で会話ですね。そうです、拳で会話なんですよね。え、はい、ちょっと笑ってない。いや、そうですよ。大丈夫。いや、ええ趣味やなもんね。全然僕はあまりそのマスが楽しかったって全くなかった。今もなんか肺が痛いし。いや、ほんまに楽しかった。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。